どうも皆さんこんばんは、オオカミのチャンネルへようこそ。本日はホラーゲーム王朝さんの噂ミユだっけ、合流してケータを探しに行く、突き飛ばしたあいつを探しに行く、それだけ。さっき部屋に戻ろうっていう話があったから、3階どんな感じだっけ。ちょっとこの移動って危ないのかな。白い室、家庭科室、生徒会室、教室に戻ろうか。どの教室だよ。どう、ああ素晴らしい。 2A、もう誰もいなさそうだしね、怖いよね。さて何をする？え？それ出るの選択肢。えぐいね。探す。自分の机を探す。じっとする。出る。自分の机じゃダメだね。探す。思わず変な声を上げてしまった。ノートにつけては忘れない。その携帯の。おー。なるほど。そんなところじゃないからね。はい。男にしては整理されていた。包丁さんについて。どうするかを書いてなかった。役に立たないな。お、図書室に行けば。行こう。まあもう逃げれない、詰んでるからね。あの野郎突き飛ばして一生忘れない。出る。来た。逃げる選択肢とかあるのかな。走った。逃げるでしょう、そりゃこけてしまう。私はこれ何かできた言うな、脱落。なるほど。2回行ったらまずい。ちょっとセーブした。セーブのタイミング分かんなくなってきたな。2回。3回。図書室。神様、昔からやる神様。まあ棚を押し倒すっていうあらざもあるよね。いた。おう。ないのか。使えないなぁ。本のタイトルしか。おお、本当か。終わったの俺なんだよ。目も冴えてた。
効くんだ、物理攻撃。なるほど。意外とやり合いそうだね。ゲート怪しいの、自分だけ逃げようとしてないか。まあ本探すか。じゃあ怖い話の本だな。お、何？ノート。校長さん。誰が書いたの？それは見たね。大曲がときにお願いする。大曲がときじゃなかったからじゃない。返し方。本当の名前を呼ぶ。その他。正しい呼び方ではない方法で呼び出すと、なお呼ばれないと殺される。あー、大曲がときじゃなかったってことでしょ。本当の名前ね。何本当の名前。言わないから。読んでくるの、助けてくれなさいよ。助けてたらリアル。痛いのはいいや。みおちゃん、剣も殺されて、ゆうくん、私だけ。足が、ない。足。助けて、お母さん、お父さん。助け。我ながら書いたのか？血文字？グエ。他に探すの？ああ、歴史大事だね。亀様っぽいから。何これ、何町？町長でいい。木？木で探したよね、今。日暮らし？違う。おー、明治時代ですごい古いな。あー、たくさんいるんだ。あー、考えてる先の方です。あとはその他か。何か落ちてきた。ギャグの本。何それ何それ。何だかの実みたいな感じだけど、出る。これしかなかったけど。いや、大した情報じゃないね。そうだよね、そう思うわ。せめて何かヒントでもあれば。連絡？サナダ。私の兄がいて、その兄は5年前の、え？お兄ちゃんなの？聞いとけ。それは知ってるな。兄ちゃんとこっちゃん、最後につなげなかった。下駄箱にある公衆電話。オッケー。すごいな、お兄ちゃん。名前当たったのか。とりあえず一区切りでセーブ。次。
公衆電話。2階？これ1階？全然役に立たないな。あれ、公衆電話どこ？ 1 階って言ってたよな。2階に1階上がんないとダメなのか。あ、今そっか、3階か。これで1階に行って、で、公衆電話。下駄箱でいいってこと？どこの前って言ってた？下駄箱？違うっぽいなぁ。これか。電話をかける。家にはいない。携帯か。お金いくら持ってきてるんだろう。手震えそう、こういう時。いや、本気にしてくれるでしょ。生き残りだべ。どうしたんだ？何から話せばいいんだ？最後の望み。今どこにいるんだ？今からすぐに行くから逃げ回れ。おお。達人の意見。持ってる持ってる。着物を着てやった。違うやつだ。残念だな。そいつじゃないね。ね、これ神明っていうの分かんないな。包丁の名前を言え。おお、包丁に書いてあるのかな。掴んでみないといけないのかな。切られた電話線。はい、とりあえず脱出方法若干分かっただけで、ちょっと打開策あればなんとかなるんじゃないかな。はい、まさかの選択肢だったけどな。移動もあるし、アドベンチャー形式なんだ。はい、それでは本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオス、アミーゴース。またね。